ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は本日、ファーウェイの方から新製品発表会が開催され、ノートパソコンからタブレットまで様々な新製品が発表されましたので、今回発表されたモデル、どういったモデルが発表されたのか、それから価格などにつきましてもご紹介したいと思います。今画面に表示していますのが、その新製品のページになります。ざっと今回発表されたモデルからご紹介しますと、まずは新型のノート PC、ファーウェイ MateBook X Pro というモデル。この製品はファーウェイが販売しているノート PC の中でもフラッグシップモデルに相当する製品です。一方のミドルレンジモデルの最新機種、MateBook D15 というモデルも今回同時に発表されました。価格につきましては、MateBook X Pro の方が274,780円、 MateBook D15 の方が84,800円となっています。なお価格につきましては、標準の価格から予約購入することによって値引きを受けられるというキャンペーンも開催されていますので、実際の購入価格よりはこれよりももっと安くなります。さらにはおそらく今回初となるファーウェイディスプレイ 23.8 というパソコン用のモニターも同時に発表されています。こちらにつきましては価格は 19,980 円となっていて、後ほど特徴などは詳しくご紹介しますが、かなり面白いディスプレイになっています。その他、久々に新しいタブレットが発表され、それがこちらファーウェイ MatePad 11というモデルになります。 MatePad シリーズは昨年も購入しましたが、今年も新製品が発売されたら購入しようかと思っていましたので、おそらくこのモデルは実機を購入して後日レビューをしたいと思います。価格につきましては54,780円となっていて、ファーウェイの中では割とハイスペックな MatePad シリーズの最新機種ということで、スペックもそこそこハイスペックなモデルになっています。あとはワイヤレスイヤホンのファーウェイ FreeBuds 4というモデル、こちらは18,480円。それから各社は最近どちらかというとあまり力を入れてない、いわゆるスマートグラス、そちらも今回国内モデルが発表されました。製品名としましてはジェントルモンスターファーウェイアイウェア2という製品になっていて、このメガネ状のデバイスを通して音楽を聴くこともできれば通話にも使うことができます。価格につきましては割と高めで 43,780円となっています。あとはファーウェイの最新のスマートウォッチ、ファーウェイウォッチ3も今回発表されました。価格は53,800円で、比較的マサルが最近購入したスマートウォッチとしましては、昨年買ったファーウェイウォッチ GT2 Pro というモデルがありましたが、それと同じくかなりスペックの高いモデルになっています。以上が今回ファーウェイから発表された新製品になります。では各モデルのスペックや特徴などにつきましても簡単にご紹介したいと思います。まずはノート PC の最新モデル、ファーウェイ MateBook X Pro という上位モデルの方からご紹介します。 CPU につきましては公式の方では型番は記載されていませんが、第11代の Core i7 を搭載し、メモリは 16GB、 SSD につきましては 1TB となっています。フラッグシップモデルだけあってかなりデザインにもこだわったモデルとなっています。またこちらの方には記載されていませんが、 CPU を冷却するためのファンにつきましてもデュアルファンとなっていて、とても薄型のモデルではありますが、かなりパフォーマンスに期待できます。ディスプレイにつきましては 13.9インチ、解像度は 3000×2000 ドットということで、やや縦長のディスプレイになっていて、ビジネス系のアプリを使うにも、また動画編集をするにも割と縦は長い方が使いやすいので、様々な用途で快適に使えるモデルになっています。また本体も軽量ですので、モバイル用の端末としても十分使えるモデルになっています。機能的なところで言いますと、昨年のモデルにも搭載していましたパソコン側からスマートフォンをコントロールする機能が搭載されていたり、薄型ではありますが音質にこだわったり、内蔵スピーカーも性能の高いものが搭載されています。また Wi-Fi につきましても Wi-Fi 6に対応していますので、もし自宅などの Wi-Fi 環境が整っている場合、高速で通信を行うことができます。あと CPU の型番ですが、今外部サイトの方で確認したところ、 Core i7 の 1165G7 とのことです。ですので型番に H のつく
ゲーミング PC にも採用されるような H プロセッサーではないものの、モバイルの中ではかなりハイスペックな CPU となっていますので、現在販売されていますモバイル PC の中では特にスペックの高いモデルとなります。ただし価格は高いというのが一つの欠点でもあり、予約することによって割引を受けられるという特典を考慮しても、やはり27万円という価格は高額ですので、そこまで持ち歩く必要がないという方、自宅での使用がメインという方は、この後ご紹介するもう一つのモデル、MateBook D シリーズの方を買われた方がいいかと思います。MateBook D の方になりますと、価格も 84,800 円ととても手頃な価格になり、それでいてスペックもまあまあ高く、いくつかラインナップがありますが、上位モデルにつきましては CPU が Core i5-1135G7 となります。このクラスの CPU は Core i5 も Core i7 もそこまで大きな差はありませんので、コスパ重視で選べるならば、やはりこの MateBook G15 の方が圧倒的にコスパは高いモデルとなっています。メモリにつきましては上位モデルの方が 8GB、ストレージは 512GB の SSD。ただし上位モデルになりますと、先ほどご紹介した 84,000 円の価格よりもやや高く 119,800 円となってしまいます。とはいえこの価格ですので、決してコスパとしては悪くないかと思います。またボディサイズも大きくなったということもあり、インターフェースも豊富に揃っており、イヤホン端子のほか USB-A 端子は左右合わせて合計3つ、タイプ C 端子もあるほか、フルサイズの HDMI 端子も搭載されています。自宅での使用がメインならば、圧倒的にこちらの方が使いやすいかと思います。機能的なところで言いますと、スマホとの連携機能もこちらのモデルにもちゃんと搭載されているほか、ミドルレンジモデルだからといって指紋センサーが省略されることもなく、ちゃんと電源ボタンの中に指紋センサーが埋め込まれています。Wi-Fi につきましても上位モデルの方はちゃんと Wi-Fi 6に対応していますので、唯一欠点といえば15インチとディスプレイサイズが大きい割には解像度がフル HD となっていて、もう少し解像度が欲しかったというところはあるものの、 Core i5 搭載した上位モデルの方でも約12万円で購入することができますので、十分使えるモデルとなっています。今回国内モデルが発表されました新しいファーウェイのタブレット、ファーウェイ MatePad 11というモデル、こちらにつきましては MatePad シリーズということもあり、スペックは高く、少し文字が小さくて見えにくいかもしれませんが、 CPU につきましては Snapdragon 865となっています。現在のハイエンドの Android スマホに搭載されている CPU が Snapdragon 888ということで、2桁台が8か6かということで数字が2つ変わっていますが、2年前の CPU ということではなく、スナップドラゴン865というのは昨年のハイエンド機種に搭載されていた CPU ですので、比較的新しく、また800番台のスナップドラゴンということもあり、処理性能としてはとても高いタブレットになっています。ラムにつきましては 6GB、 ROM も 128GB と国内で販売されるタブレットにしてはこの辺のメモリ周りもハイスペックになっています。またディスプレイも高解像度で2560×1600 IPS 液晶になっています。リフレッシュレートにつきましても 120Hz に対応していますので、タブレットでゲームをされる方などもプレイしやすいのではないかと思います。ただし標準で搭載されているアプリストアはファーウェイ独自のアップギャラリーとなっていますので、普通に Android タブレットを使って使うときのように Google Play の方からアプリを入れることはできなくなっていますので、もし Google Play にしかないアプリを入れたい場合は少し特殊なことをする必要はあります。ただ基本的な設計は Android タブレットと同じですので、アプリとタブレット本体との相性というのは全く気にする必要はないかと思います。それから別売になってしまいますが、キーボード、マウスも販売されます。またこちらも別売ではありますが、 Huawei M Pencil というタッチペンも用意されていますので、手書きでイラストを描いたり文字を書いたり、またフォトレタッチをするという方の場合はこのペンも同時に買われると便利かと思います。その他持っているパソコンがファーウェイのパソコンの場合、ファーウェイシェアという連携機能も搭載されていますので、パソコンと組み合わせて使うにも便利になっています。ただこの機能につきましては一般的な多くのメーカーのパソコンには対応しておらず、基本的には
ファーウェイの製品同士での間で利用することのできる機能ですので、もし今ファーウェイ製品を持っていないという方は、やや使いにくいかもしれません。先ほどもご紹介しましたが、この製品につきましては、購入して後日実機レビューも行う予定です。あとはファーウェイの新しいスマートウォッチがこちら、ファーウェイウォッチ3というモデルになります。ラインナップとしましては、ゴム製のバンドを搭載したスポーツモデルのほか、革製のバンドを搭載したクラシックモデル、この2つが用意されており、こちらのクラシックモデルの方がやや価格は高く、54,780円となっています。ファーウェイのスマートウォッチの中では、ハイエンドモデルに相当し、とにかく全部位のモデルになっています。また、デザインにつきましても、円形のディスプレイを採用していることもあって、より普通の時計感覚で使いやすいモデルになっています。また、まだまだスマートウォッチの中では対応できていないモデルも多いんですが、このモデルは血中酸素濃度の測定にも対応しています。ですので、この辺気になる方は、このファーウェイウォッチ3を使えば簡単に測定することができます。あとは一般的な健康管理機能が搭載されていたり、運動量を測定するための各種ワークアウトモード。アプリにつきましても、後から自由にダウンロードすることができるようになっています。もちろん、Apple Watch などと比べますと、アプリの数も少ないといえば少ないんですが、そもそもスマートウォッチで複雑なことというのは、あまりすることはないかと思いますので、基本的なアプリにつきましては、一通り揃っており、また、Huawei のスマートウォッチというのは、とてもよくバッテリーが持ちますので、普通の時計感覚としても、また、スマートウォッチとしても、どちらの使い方にも適したモデルになっています。あとは、Huawei のディスプレイ。ファーウェイディスプレイ 23.8 インチというモデル。こちらも今回国内モデルが発表されています。ディスプレイサイズはモデル名にある通り 23.8 インチではあるものの、とても強角縁のディスプレイを採用している関係上、一般的なディスプレイよりもとてもコンパクトなモデルになっています。価格も 19,980 円と手頃ということもあり、比較的買いやすいモデルになっています。一つ欠点としましては、ディスプレイの解像度が 1080p ということで、4K のディスプレイではありませんので、この点が少し物足りないといえば物足りないんですが、そもそも価格は安いモデルですので、その辺は仕方ないかもしれません。低価格で高音質なディスプレイが欲しいと思っている方は、このモデル候補に入れてもいいかと思います。あとは今回発表されるモデルの中では、一番特殊だったモデル。それがこちらのファーウェイのスマートグラスになります。このようにサングラスタイプのものと透明なレンズを搭載したもの2つ用意されていて、機能的にはどちらも同じになっています。内蔵しているスピーカーを通してワイヤレスで音楽を聴くことができるほか、あと操作系につきましては全てこのメガネのツルの部分を使って操作します。音量のコントロールをすることができたり、また通話に出たり、その辺のコントロールは全てこのツルの部分を使って行います。一応公式サイトによりますと、耳を塞がないので、ウェブ会議と周囲との通常の会話も同時にしやすいとなっています。少し特殊な製品ということもあり、価格はやや高めで 43,780円となっています。その他、ハイスペックなワイヤレスイヤホンだったり、様々な新製品が今回同時に発表されており、早いものですと7月13日から発売がスタートします。また、今回発表された新製品につきましては全て割引キャンペーンが用意されており、例えばハイエンドノート PC である Huawei MateBook X Pro の場合、予約した上で購入することによって1万9000円オフで購入できるようになります。ですので、今回ご紹介したモデルの中で、もし欲しいモデルがある方は、こちらの公式サイトの方に記載されている通り、予約した上で購入することによって、モデルによってはかなり大きな割引価格で購入することができますので、必ず予約した上で購入するのをお勧めします。なお、今回発表された新製品の情報につきましては、この動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。